はい、こんばんは、こんにちは。Xbox One 版のフォールアウト4オートメトロン。続きをね、やっていきたいと思います。とりあえず、ね、ビーコン入手して、メカニストの隠れ家に入る。で、場所がですね、じゃーん、ボストン空港の近くなんだよね、きっとね。そうなの。この辺結構ね、なんか敵がいるんだよね。ちょっと怖いね。なんで、ちょっと、着てこうか。パワーアーマー。ステルスボーイ。あと上にね、テスラ系のね、ビリビリ、電気ビリビリのやつもあるけどね。今日はこれでいこう。昨日はジェット噴射付きのやつでね。昨日というか前回パートはね。はい。じゃあ、行きましょうか。よし。ステルスフィールド。じゃあね、ここですね。まあ、イーストボストン警察署から、行きましょう。で、前回パートからね、ちょっとね、ロボットの手を改造してますね。まあ、どのぐらい、それでちょっと役に立ってくれるか。あとね、レベルも上がったんですよね、前回ね。で、罰攻撃の、近接攻撃が、射程が伸びるっていうのを装備してるんで、誰かいるな、近くに。これが、よし、行こうか。そっちか、エラじゃん。ちら、特に何もないな。まあ、ちょっと怖いな。こっち側から行っけ。ちょっと待ってね。ゴミ箱ちょっと調べましょう。お、フュージョンセル。いいですね。どうした？エイラちゃん、本当にやる気なんだけど。どこ行った？あ、こっち？おお。だけどなんかクエストが発生しましたね。防衛所のなんか助けてくれみたいな感じで、まあこの辺確保して、ちょっと待って、変な音鳴ったぞ。怖いね。これホロテープ？違うか。見間違いでした。怪獣？これ汚れた水だろ？違うか。これは？まあいいや。うん、アルミ缶が案外。なるほど。目的地はこっちだからな。ちょっとしゃがもうか。
この表示が出てるということはね、何かいるんですよね、きっと。来ました、到着しました。一応軽くね、セーブ。周りに何もないんだ。行こう。さてさて、どうなっていくのでしょうか。まあ、今装備してるのはテスラライフルの、あの改造済みのやつですね。チャージすると威力が増すんで、このローディングの時に絵がないとちょっと怖いね。大丈夫？来た。あれ、コンピューター電源ついてるな。ロブコ RX。 おお、適用してない。ファイルがないか。チーチー、これもファイルない。で、次はティミー、ないな。ジャニーさんもないか。暗号だな。なるほどね。連絡先。なるほど。メッセージ。なるほど。E330。 なんだ、いやいやいや、 OK。 ホイジャム行きましょう。おっと、ここにもあるな。なるほど、電話取って。1文字。どこも合ってないよみたいな。これか。2文字か。 A と これか。いいね。お知らせ。うん。サービス依頼。サリバンさん？レッドメナス入手できそうですね。で、ログ管理。
この中に入ってんのかな？ロック解除。よし、こんな感じで。よし、行こうか。おっと、いきなりトラップだぞ。押すなよ。正面にスティンパック。 OK thanks。 こっから出てきそうだぞ。お、あそこっぽいな。よし、壊れたターミナル。なるほど。うん、真空ガンヒューズキャニスター。ここは？なるほど、ここを開けとくと逆側から来やすくなるっぽいね。 Nope。 もうちょっと、もうちょっと。よっしゃ、やった、やった。で、案外こっちでなんかすごいガードされてるとか？とりあえずバッツレンダー。特に大丈夫そうか？ローディング長いから怖いよね。来た来た来た。このとこから出てくんだ。誰かいそうな感じだぞ。眩しいな。おっと、エイダちゃん、何してんの？エイダちゃん、おびくしょ。エイダちゃんびっくりする。まあいい、中行こう。とりあえずそのエキスパートの扉開けただけなんで、中の入ってすぐ正面でからね、次はね。気になります。緊張するな。来たぞ。よし、行こう。ん？奇妙な装置。お、エイダちゃんすげえ。わお。すごいぞ。厳重すぎだろ。メカニクスを処理。おいおい、
貯めてるぞ。セキュリティドア。フュージョンコア発見した。ちょっと下やりたいな。どうですか？あんま効かないっていうね。おいおいおい。ああ、ちょ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 、あっちあっちあっち。近い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 。これでいこう。一瞬じゃねえか。やばいな。先にこっちだ。エイダちゃん即死だったね。うかつ。 Thanks。 フュージョンコア入手して、気になるな。こっちもライトアップ。なんだ、ただこっちから入ってくれるだけか。これで開けるとさっきのところ開くのかな。うん。除染。あは。ほう。やばいやばいやばいみたいな。なるほど。声紋認証とか大丈夫かい？で、それが、あの、エイダちゃんの機能でもあるんだろうね、きっとね。2。Y。Y はあってそうだな。D が合ってるとしたらこれかな。最後。イエーイ。ドアを閉めるじゃないんだよ。ちょっとやっちゃった。タレットコントロール。そういうことはさっき壊したタレットってことだよね。エレベーター、ちょっと待って、先にちょっと戻ってさっきのとこ荷物取ろう。ここもか。お、いいね。星。いい感じ。やった。やった。何が手に入る、ここでは。電話だろ？アイボット模型。え、そんだけ？Thanks。
テスラタレット。いや、ここには目的地は下っぽいね。ちょっと待って。サンクタムへは入れたかもしれないが、私を倒すにはそれ以上のスキルが必要だぞ。急に敵対してきたね。頑張れ。 OK、 エイジャちゃん頑張って、あと一発よ。エイジャちゃん何やってんの。エイジャちゃん大丈夫？あんま邪魔しないでね。お、セントリーボットの頭入手。ここだ。オッケー、お願い。プロテクションウィング。ランジャー、どうだろう、ちょっと見てみるよ。お、弾はあるね。ヒューズ、ノープ。オッケー、ミニガン撃ってってか。オッケー、行こうか。行き止まりっぽい？マシンガンタレット。うわ、やば。注意してください。旦那様、見つけました。やばいぞ。寄りすぎ。いやはや強いな。マシンガンタレットこそ駄目だな。オッケー、なんか新しいの作れそうだぞ。オッケー。あっちにいっぱいいるな。うわ、目の前じゃねえか。
フュージョンコア。おお、すごい。もう敵対してるな。ダメージ入んない。お、あれは。クワンタム。クワンタムじゃなかったな。どうした？お、ここでちょっとロボットメンテナンスできそうだね。クワンタムスクラップ、どこ行ってんのあいつは。びっくり。あ、自爆があるからね。どこまで戻されるんだろう。だいぶ戻されそうだね。この建物入ったとこっぽくない？あ、一段落ついたら。おいおいおい。ここまで戻されるか。あ、クワンタム。よかった。メカニックジャンプスーツ。うん、ここも。よし。どうだ。オッケー。ここなんもなかったよね。電話ぐらいなもんで、あと置物か。あ、ヘアピンもあるね。地下鉄トークンがよくね、分かってないんですよ。OK。オーケー。いいね。一応ここら辺も開けていくか。エキスパート。え、ラッキーポイントは。もうちょい。ダメだ、逆か。ここか。 OK。 ここ開けてもどうしようもないんだよね。
エレベーターターミナル。まあ、こっちが別ルートなんだろうね。早く行けます的な。だけどその代わり、マスター。頭文字がいいか。なことないな。DD、最後の LY 以外だと途中の I か。これぐらいか。やった。やった。オッケー。ちょっとセーブして、ちょっと1匹いるんだよね。左側にいるはず。さっきメッセージ伝えに来たやつが来てるね。あ、何体かいるな。来いよ来いよ、カモン。ロボブレイン。え、ここにも何かあってね。ああ、なかったということは何か跳ねてきてなったってことね。一回セーブしましょう。じゃあせっかくなんでエレベーターのとこで降りていきますよ。なんだ、帰りが楽になるって感じなのかな。エイダ、ここだ。ああ、一応鍵が閉まってんでね。とか言って、やった。真上で開いたぞ。オッケー。んー、特にな。よし。はい。いかがいたしましょうか。ちょっと。探し物が見つかるといいですね。ね。ちょっと手荷物持っててもらうよ。ジャンク。ありがとう。じゃあ先に急ぎましょう。一回セーブしよう。こっからだね。こっから結構ヤバめのやつが。一応ね。あなたとは息が合います。実に有能なチームになりましたね。ありがとう。エイダちゃんも素敵だよ。ダメだ。ゴー。一発。ダメか。しょうがないな。大丈夫か、エイダちゃん。あと問題はタレットか。タレットあんでね、あそこに。一匹敵対反応がありますね。
こっから上がってきてない、確か。OK。リロード。フュージョンコア。ダクトテーパック、アリア、センス。やばいぞ、スクラップポット。ゴー。やばかったー。オッケー、バレてるぞ。やたらと多いな。まあこの死体から、おっ、グールスレイヤーレイルライフ。あんま嬉しくないな。レイルライフルは他のやつが欲しかった。落ちにはいけないのか。 OK、 一回セーブしましょう。セントリーフロント油圧アーム、これどう。動く前に殺す。あ、先にこっちやればよかったのかな。ゼロ。ゼロ。ゼロ。ダメだ。今更1になってもしょうがない。しかも、上3つの A が違ったから、とりあえず、これでまたリセットされるからね。最後 E っぽいな。どうだ？E じゃないな。S でもないっていうことだね。真ん中 A？ となると、ないじゃん。ゼロだろ。ノープ。まあ頑張ってやりましょう。はい、サインズ、これで1でしょ。重なる文字が1個もない。 S 変わったな。ということは最後は S ってことか。と単純に考えて、ブックス、ルックスか。じゃあ違うか。ダメだな。なんとか開けたい。ファイル。ゲームズ。どれも重なってないな。うん。OK。タレットコントロール。これは関係ないか。よし。
セーブして。武器。あ、これはいいね。ウェイクマスター。で、こっち行った時に、何体か走ってきたんでね。クワンタム。よし、行こうか。来たね。動いてきてるね。反応が消えたぞ。クワンタム。でかくない？このクワンタム。チーフエンジニアのターミナル。なるほど。まあ本当にその改造系の人造人間じゃないロボブレインのを頑張って作ってたのね。何？間違った解釈をするとかね。技術資料、これも今になったらもう意味がないんだよな。さっきのロボたちはぐる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 回ってるってことなんだよ。今はないかな。ちょっと。死体発見。何と争ったんだここで。セーブ、クイックセーブ。あれね、経験値めちゃうまじゃん。スイムパックいいね。オイルキャニスター。どうした？どうしたの？緊張はするぞ。壮大な音楽に変わってるけど大丈夫です？わわわわ、エイダちゃんあっちから来てるってことか。出てきたぞ。クワンタムタンクボット。半端ねえな。まだいる反応だぞ。エイタちゃん消えちゃったよ。
エイダちゃん、エイダロボ、セーブして。OK。おお、ヘルメットかぶってないか。テリテリ。あ、ここはさっきのとこですね。一周回ってきたって感じなんだね、きっとね。おう。一応コーラ入ってるか。 Thanks。 で、ここはフラググレネード？特に何もないね。OK。 じゃあもう一回セーブして、オープン。いっぱい入手できるな。まだ余裕あるからこれも取って、で、そこだよね、そこのスイッチだよね。エイラちゃん、お願いします。エイラちゃん、エイラちゃん来る前にちょっとこっち物色しときます。アルミがいるからね。あれ、エイダちゃん来ないんだけど。エイダちゃん。エイタちゃん、こっち。あのとこにもタレットあんだ。もうちょっと上、もうちょっと上、もうちょっと上。 OK。よいしょ。こっちだよ、エイダちゃん。エイダちゃんがスタックして全然先に進めないんだけど。スキャンしろ。来たー。ショットガンに切り替え。さあ行こう。ここは オイルキャネスト。 ここだ。 さて、
っと待ってね。おうイエー、素晴らしい。どうした、アイデちゃん。いるな。びっくりした。メッセージ聞く前に壊しちゃった。エイドちゃん、エイドちゃん、おい、何でしょう。手放したいものはありますか。手放したくはないけど、ジャンク系をちょっと結構拾ったね。爆発するぞ、爆発するぞ。またここで改造するとかあるね。ん？まあ目的地はこっちっぽいね。これは放射能。特にはアイテムは置いてないか。なんだ？なんて無駄。4ヶ月になる。なるほど。なるほどね。で、横のこれを10ミリ。逆方向だけどね。おっと、びっくりした。お、パワーアーマーフレームが。一回セーブ。ちょっとやばい雰囲気だぞ。何あそこに。
わっ、リロード、もう一丁、もう一丁、これやばいな。ゴー、おいおい、夜だ、このね、足歩いてくんのがねびっくりすんだよね。エイラちゃん無敵、すごい雰囲気はいいな。この上もあのジェット噴射あれば飛べるんだけどね、今日はジェット噴射のやつじゃないからね。ね、あまり長居は無用だよ。カリ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 いってるよ。OK。よし。消火器確保。オッケー、やったやった。で、これは施設管理ターミナル、ユニットタスク、なるほど。現在命令待ちのタスクが1個あるということか。ガッツイ、あはオッケー。で、ちょっとこ、大丈夫、一瞬空気がよどんどるかと思った。大丈夫？エイルちゃん。これ使っていくっぽいね。乗った、エイタちゃん。行くよ。イエー。これでやっと到着か？ライトを消します。おっと、目的地のマーカーに近づいております。 OK、 キャンディ、これは開かないか、特にないね。これはあのエイタちゃん用のスティンパックじゃなくて最後か。お願い、こっちだ、エイタちゃん。
canister. そろそろ。そろそろ怖いっぽい。こっちちょっと気になるっぽい。あ、ここですね、目的地。もうすぐ目の前なんですけど。ここになんかいたっぽい。ちょっとエイダちゃんちょっと邪魔なんだけど。ここ。こっちだ。よっしゃ、開いたらクイックセーブ。オッケー、近いな敵が。ターミナル。まあ、この中の施設の誰かがプロテクトロンとか操作できる何かのあれを入手してみたいな感じなんだろうね。メンタスオレンジ味。ちょっと奇妙だぞこのストリートは。死んでるじゃねえか。なるほど、放射能なんでグール化してますね。きっとグールがいるっぽい。なんでこのマグは。伝説の焦げたフェラルグール。あ、この辺。まあついでに開けていきましょう。開けて殺していきましょう。ここにレベル68だからすごいよ。なんかいいの落としてほしいな。欲しい。逆か。素晴らしい。全然ダメじゃん。てかやっぱ60、レベル68だからすごいな。おお、いらないな。もっといいの欲しかったな。まあ、開けてもどうにもならないけどね、ここは。やった。
たか。おお、ここのとこいいな。二人ずつですよ、伝説が。だからなんかパパッと来れそうなエレベーター、あのエレベーターが開通すれば、もしかしたらこのポイントまで一気に来れるかもしれないんで、レアアイテム掘るときにはいいかもしれないですけど。ここからですね、問題は。2だ2だ2だ。おいえ。なんかミュータントスレイヤー革命騒動ね、なんか誰かに持たせよう。こいつもレベル高いな。開けていきましょう。おお、アドバンスのくせにこの真上のあれってのがいいですね。これで開くかな。イエイ、素晴らしい。しゃがんで、鉛筆。まあ一応ここも開けていくか。おお、欲しい欲しい。 Nope。 となるとここか。よし、じゃあちょっとセーブしましょう。あとスティンパックはこれ。おーイエー、サンクス。エイラちゃんごめんね。特になんもないか。エイラちゃんがあんま使えないな、あんま強くないな。センチネルにしちゃおうかなみたいなね。これ急にライトアップされそうな感じ。ああ、こっから落とされるのか。医療観察、いかにグールに変わるか。なるほど。次。なるほど。なるほど。フォールアウトではよくある感じのね。あ、ステルスボーイ。まあ、なんもなしか。こっち側か。ここですね。バケツ。卓上ファン。なんでこんな安全っぽくあるんだ。船長の帽子いいね。おお、ここは着替えのとこか。ヘアピン。メンタス。
レッドバンダナって案外よくありそうで案外レアそうな微妙な。オッケー、じゃあセーブして。これはマスター、ロックアップターミナル。めっちゃ難しそうだぞ。投げーよ一文字しか合ってない。でも選択肢は少ないから分かりやすいってことなの？どれも違うんですけど。愛があったな。愛じゃないとすると、愛しか考えられない。わかんない。違う。まあ、頑張って開けます。Nope。おお、3つ来たか。3文字来ましたよ。トラップで ED は合ってるけどね。4文字来た。ということは RED、 RED なんか他もちょっとしかねえんじゃないの。よく、もう分かんなくなってきた。やったよかった。いらないよ。でジェット、オークバット、オークバットレアだな。1個 もらっとくか。プラズマカード1。オーケー、ぬかコーラのボトルはいいとして、全然ノーカー。ちょっと解いて。フュージョンセルに。持ち物の一部を置いていった方がいいかもしれません。いやいやいや。全部持っていくぜ。メレッツ。オーケー。回収したね。ここでエイダちゃんがいるんじゃない。おい、できることであれば。いいね、結構モテるね。おお、全部持ってた。セーブして、しかし道がちょっと迷ったぞ。
マップ表記されてないんですけど。あ、来た来た来た。まあ、ということはこっちに戻っていかないかんってことだよね。ここなんだよな。行けないかな。無理っぽい。こっちは何もなかったもんな。まあ探索しましょう。お、なんかバッグある。弾が増えたね。まあ呼んでもしょうがないな。別のルートがないというか探してみましょう。こっちとか？なんもないな。エイタちゃんかわいい。こっちなんだよな。この中なんだよな。そこなんだよな。さっき何気にここ壊したんでね。通ってなかった道っぽいね。ダクテープ。ここいっちゃん最初のとこかもしかして。そうだな。マップ確認しましょう。
階層とかがぐちゃぐちゃになってるから。よし、頑張っていこう。特に分岐は。ちょっとごめんね。ないか。よし。ここの中は入れるところはないのか。裏ね。さっきのね。ここも来たしな。まあ、ついでなんで取っていきます。心拍数、開けてなかったか。うん、もしかしてこれ閉めた方がいいのかな。この扉ね、さっき開けっぱなししてたけど、ここ閉めればあっちの奥の扉がなるとか、そんな感じかなと思ってみます。開いてねえじゃん。まあだいぶこっから奥に行けるから、奥のどっかになんかその制御パネルがあるんだろうね。ゲームやってるぞ。しかもクワンタムもあるじゃん。しかもいけないという。ピンボールじゃなくてテニスピンポンだっけ。うん、新しいアイテム拾ってんの。ゆっくりと行こう。で、とうとう行き止まりのポイントまで来たけど、これはなんだ。あら。なるほどね。また戻ってきましたよ。
こにも意味があるんじゃないの。ガイガーカウンター、ビリビリビリっと言ってるけど。またやってみます、同じこと。おい、何かご動作。旦那様、今コンクリート渡されてます。大丈夫か。はいはい、何をお手伝いしましょうか。気にするな、もう用はない。そうですか。人格を停止するってボタンがあるのが怖い。よし、乗るぞ。まあ、さっきもやったんですけどね、これね。ただ、この先がね、行き止まりだったんで、どうなっているのか、どうすればいいのかとは言ってもね、そのそこにないターミナルがないんで、ターミナルがあれば開けれる、ドアが入れない状況なんで、まあターミナル探せってことなんですけどね。こっからですよ、問題は。案外こういうのやっていくといいとか。そういうわけでもなく。これね、この扉だよ。開いてますぜ、みたいなね。で、こっちがグールのとこだな。実験施設、もう一回行ってみるか。ドボブレイン。こうやれば全部開いたんだ。まあ微妙に経験値稼ぎになりましたね。倒してないです、一体いたか。行こうか。頑張って。これには何もヒントはなかったもんな。ないな。あ、グール上に来たんだ。エイドちゃん、まあいい、行こう。
こっからですよ。釣り竿。ここは武器んとこだもんな。大丈夫か？何かご用だ。うん、またちょっと持って。キー。助かるよ。まあ、拾えるものは引っかかった。ちょっとごめんね。花花瓶ということは戻るしかないんだよな。スポットライト。なんか入ったらパカンってライトがつく感じだね、きっとね。ちょっと待てよ。特になんもないな。あった。先に進めました。これで上になんか行けそうだぞ。ついでなんで、ちょっと上のね、さっきのグールのとこ確認しましょう。焦げた。だからまあ、なんも武器とかないと思うけどね。墓。まあ一応、まあ、今拾っとくか。拾ったのか。OK、行きましょう。ガラス張りか。オッケー。じゃあ乗って。エイダちゃん来れなかったっていうね。怖いな。おっと、敵の？除染。メレックス。うん、マイクロスコープ重いんだよな。ボーンカッター。とんでもない人体実験がっていうね。
ここに来てもうフュージョンカーめっちゃ使ってる。アグアップ脳中出ワークステーション、うん、リアルな現状がみたいな。うん、オーケー。ブラックユーモアたっぷりでみたいなね。ジェット。あ、これ全部脳なんだ。壊れはしないか。脳再生ターミナル。強引だな。元の年齢って言って、もう頭だけみたいな。インプット遅いからもう捨てるみたいな。すごいです。こいつっぽいな。 A124 があれっぽいぞ。男性じゃん。女性とか言って言われたのに。ロボブレインですよ今。拠点にいるロボブレインです。主任科学者のアニス・シロレッティよ。セキュリティ強化を要請するのはこれで3回目。組み付け手順は完璧かもしれないけれど、人的要因を考慮する必要があるわ。彼らは情緒不安定な犯罪者よ。各被験者をきちんと落ち着かせるのは科学者の仕事ではないわ。軍事協力と安全を約束されていたけど、さらに強化する必要があるわ。仲間を危険にさらすわけにはいかないもの。人間の意識とロボットの結合は興味深いけど、デスクローじゃねえか。時々このプロジェクトに参加しなければよかったと思うの。ほう、口が開いとりますみたいな。ほうみたいな。全部よこせ。 OK、 じゃあ先に進みましょう。その前にセーブして、ロボブレインがいるぞ。息を止める。まだいるのか。
OK。こっち側にもいるんだよな。何これ、おい、頑張って、ね、そういうこと。お、医療ターミナルのパスワード、すごいぞ、熱そう。楽しみだな。なんだこれ、やべ、すっげえ楽しい。セントリーは一機作りたいよね。よし、セーブして、切れるっぽいぞ。ちょっと一回ちょっとメンテナンスしよう。よいしょ。今敵出てきたら笑うけどね。わあ、ヘルメットが結構ダメージ食らったね。足はまだいいとして、まあよかったよかった、拾ったもので修理できてるから足りないか、あと1個足りないか。 OK、 まあ いやちょっと治ったからいいや。起動、よし行こうか。結構なんか2時間ぐらいやってんのかな。セルスフィールド展開、じゃあ行きましょう。お、でここで医療先のターミナルのパスワードが有効になると。パッチステータス表示、一応ね見ていこう。じゃあ開きましょう。よっしゃ、オープン。いるな、ロボブレイン。トラップだよねこれ本当に。あ、これも動きそうだな。先壊しとくか。ダメだ。何もアイテム落とさないようだったら殺しても意味がない。重要そうな、必要そうなのがいっぱいあるぞ。OK。OK。
じゃあ、エイドちゃん。開けろ。まもなく着くぞ。スポットライト。スポットライトは。スポットライトはいいよね。おめえらは、おめえら大丈夫か。いけないと見た。恐怖の支配。待て、恐怖の支配だと。お前のせいで連邦は必要以上の不正に苦しめられた。メカニストの全力を受け取れ。正義のロボットが独裁にとどめを刺している。ちょっと待てよ。ちょっと敵多すぎるぞ。グッジョブ。びっくりするぞ、本当に。でも状況の連邦が把握できていないらしい。モデルだけ持っていくことをお勧めします。場合を見ろ。施設で私の指揮下にある。ロボットを1台破壊すればさらに10台がやってくるぞ。自分がいい。私を止められるものは何もない。何も。警告、発電量の限界を超過。予備電源を使用します。スパース、相手をしてやる。抱えロボットたち、やつを片付けろ。どっから来る。ちょっと近いぞ、これは。スポットライトじゃないんだけど。まあ後から拾おうとして行くか。Yes.
とも。スパーツ、彼女を連れてくるんだ。来たな。リロード。頑張れ。来たな。Oh yeah。ちょっと待てよお前、殺す。これ爆風で死んでるだけか。おいおいおい、来た。結構いっぱい来よるぞ。うわ、死んじゃった。まあ、こんなことがあるんですよ。至近距離だとやばい。自ら自分で死んじゃうみたいなね。逆に隅っこから戦った方がいいんだよね、きっとね。例において、テスラライフルどうなんだろうね、効果。ダメだ。頑張れ。Okay, next. やばかった。至近距離やばい。
至近距離はもうあれ使おう、2なのリッパー使おう。いやー難しいな、難しいなっていうかね、自分の武器も強すぎて危険です。 OK、まあこれを何度か乗り越せばいいんだろうね。頑張れ頑張れ。オッケー。どこだ？やべ。よかった、時間が止まって。来たぞ。エイダちゃん邪魔。なんだ？一体何が起こった？みたいな。半端なく強いね。私を止める。
よし行くぞ。行くしかないか、向こうに。オーイエー、もう一回せ。クイックセーブして。Oh my gosh. Okay. Okay, あと行こう。セーブ。頑張れ頑張れ。セーブして。トラッシュボックス。リロード。イエー、爆発。リロード。セーブ。Come on.
待ってくれ。話を聞いてほしい。俺は悪党ではない。直接話を聞いてほしいだけだ。分かった。最後まで聞こう。やった。連合のためという理由でスパースに来るんだ。まず何者だ？何者だ？そろそろ仮面を外すべきじゃないか。確かに言う通りだ。お、あら、イケメン？イザベル・クルス。女か。メカニストは連邦を助けるための楽な手段だったの。でもこれだけの技術的な知識と資源を持ってしても失敗した。お前のような者たちがいる限り連邦に未来はない。ヒーローの芝居は終わり。ヒーローの芝居はやめろ。お前のロボットが連邦で集団殺戮をしているのに敵扱いか。いい加減にしろ。彼らは罪のない命を奪いました。私の友人たちも。彼らは普通の商人でした。みんなあなたのロボットに殺されました。違う。保護するようにプログラムしてある。嘘だ。本当に知らない。なぜ彼らの行動を知らない？監視する方法があるはずだ。ボットがプロトコルに違反したことはない。データダンプには敵対的状況の排除の記録しかない。ロボットが罪なき人々を殺している。覚ませ。ロボットたちは罪のない人々を殺しているんだぞ。罪のない人々？いや、信じられない。彼らにプログラミングを変更することはできない。人々を殺すのではなく救うようにプログラムされているのよ。うん、外をよく見るといい。数字を眺めるのをやめて連邦をよく見てみるんだ。彼らの行いを見ればすぐに自分の間違いがわかるはずです。考えさせて。あれだけの予防策を講じたのよ。安全と結論付けるのは当然だった。終わったんだ。放射能に頭をやられたか。終わりだメカニスト。この会話ができるだけ運がいいと思え。違う。私はこの世界をダメにしているのはお前のような者たちだ。阻止すべき者たちよ。このような結末は避けたかったが連邦への脅威を許すわけにはいかない。敵対か。どこ行ったメカニスト。パラス地雷だ。エイダちゃん、わはお。あ、なるほど、理解した。あのステルスボーイ使ってんのね。ここは紙ピストルで。あっちか。なんかすごい銃持ってんぞ。ちょっと、
どこ行った？どこ消えた？いた。ゴー。おっしゃ、待て。いける。よっしゃー、メカニストのヘルメット。メカニストアーマー。いやー、とんでもでしたよ。マホガニーバット。他にも伝説級いたよね。よし、エイダちゃん。エイダちゃんもね、手荷物いっぱいなんだよね。うわぁ、とんでもないアイテム量だぞ。ちょっと歩いていくしかないわ。鉄もな、使うからな。フュージョンコア分かってるって。よし、ここか。解除。お、ここの施設もらえたのか。お、頑張っておりますね。エイダちゃん。おい、何でしょう。エイダ、やりましたね。メカニストを止めました。終わったんだ。メカニストは死んだ。もたらした痛みと苦しみにふさわしい結末です。友人たちは戻りませんが、彼らの死がなければメカニストはまだ生きて連邦の脅威であり続けたかもしれません。あのロボットを野放しにしていればきっと甚大な被害を及ぼしていたはずです。ここでの発展を無効にするとは言わないまでも止めていたはずです。それが分かり、ようやく満足感と達成感を記録しています。これもあなたのおかげです。結果としてここに残ることにしました。考えるべき問題が一つ残っています。メカニストを倒してもレーダービーコンはまだいくつもの信号を捉えています。連邦がまだ不良ロボットで溢れている可能性があります。彼らを排除するのがいわゆる仕上げになりますね。もちろん、もちろん。よかった。追跡中、追跡中。信号ロック気をつけてください。ロボットの力は計り知れません。
なるほどね。まあこれで永遠とクエストが続いていく感じなんでしょうね。いやー疲れたなー。まあ手荷物もいっぱいだけどね、歩いて帰ろう。エレベーター、これで近くのポイントまで行けば、あとね全部荷物放り込めば行けるからね。よし行こう、帰ろう。いやー頑張ったね。あれちょっと待って、思い出した、こっちだ。いやー大変だぞ。こっから歩いて帰るのは、エイダちゃんも持てないしな。フュージョンコア失った。オッケー。よし、ここの入り口を覚えといて。戻ってこよう。取ってないものいっぱいあるからね。ふう。ちょっとドッグミートに交代するかな。ローンワンダラーがちょっとね発動してほしいんで、手持ちが100増えるんですよね。はい、出てきましたけど、マップ、近場の拠点どこだ。遠いな、ちょっと遠いな。メカニストの隠れ家。ああ、直接飛べるようになってんだね。あれ、なんかファストトラベル飛べたぞ、今。バグか？前、手荷物いっぱいだと飛べなかったんだけどな。まあ、そんな感じで、のさばってる、こいつらを倒していきましょう、みたいな。あったあった、よっしゃー、やっと預けれる。あともっとも入れて、エイダちゃんおいで、おいで、おいで、おい、いかがいたしましょう。エイダちゃんから最もいっぱい手に入ったから、めっちゃ強そうなの作れるね。
量すぎ。オッケー。じゃあ、とりあえずね、今回はね、ここで終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。